はい、こんばんは、いとチャンネルです。6月14日になりました。いかがお過ごしだったでしょうか。で、まあ、15日になっちゃったんですけどね、もうね、この動画配信してる時にはね。はい。で、私の中ではそうですね、今日なんかあったかなと思ったら、突然ね、電話かかってきたんですよ、今日ね。知らない番号から。で、パッと出たらね、不動産屋で、前ね、ちょっとね、僕のこの今住んでるマンションの査定出したんですよね。その時にね、査定価格出してもらったんですけど、かなり低く見積もられてたらしくて。で、最近ね、僕の部屋の隣の部屋がね、同じく査定出して売っちゃうことになったらしくて、売った時に結構な高価な価格になって売れたって話があってね。ぜひ、売ってみたらどうですかみたいな話だったんですけど、まあ、それはね、売らないですって話で断ったんですけど、まずね、びっくりしたのが、隣の部屋のね、家がね、そういうところから、情報が漏れて、隣の部屋が引っ越すっていうことがね、僕ね、今衝撃を受けてて、ね、隣のね、部屋って言えばね、3人家族なんですけど、ね、女の子が1人ね、住んでてね、3人家族の子供がね、女の子なんですけど、その女の子以前もちょっと話したんですけど、エレベーターにね、一緒に乗るたんびにね、もうね、子供って純粋だなって思うんですけど、おじいちゃんいつ結婚するの？って、おじいちゃん1人なの？みたいなことね。尺に話しかけてね、おじいちゃん結婚すればいいのに、みたいな話をするんだよね。結婚できねえから困ってんだよ、みたいなね、思ってるんですけど、結婚できねえからっていうか、今はそんなにそこまで求めてねえわ、みたいなね、思ってはいるんですけどね。そういうね、お子さんがね、徐々に徐々に成長して、そう言わなくなるっていうふうに、場の空気を読んでね。そう言われなくなるのを僕はね、心待ちにしてたんですよ。成長がね、そう成長していくのがね、我が子のように見守ってたんですけど、それがね、ちょっと見れなくなるっていうのがね、ほんと悲しいなぁなんて思ってしまいました。もう売れたんでね、多分1ヶ月以内には多分引っ越しちゃうんだなぁなんて思ってますけどね。はい。で、まあ、新しいところ、誰かもうすでに購入先決まったらしいんで、その新しい家族が来るのか、ね、おっさんが来るのか、まあ、一応ファミリータイプだからおっさんだけっていうのはね、ないとは思うんですけどね。まあ、なかなか、ね、まあ、僕の希望としてはね、まあ、旦那を亡くして、ちょっとね、悲しんでる未亡人、喪服の似合う未亡人が来てもらってね。で、ちょっとゴミ出しするタイミング、ちょっとエレベーターなんか一緒に乗っちゃってね。で、ちょっとパッと見るとね、奥さんもちょっとブラ浮いてますよ、みたいなね、感じの。女性が乗ってくれると、僕は、もう毎日ゴミ出ししちゃいますね。とりあえずは。時間合わせてね、そういうね、ことを考えながらね、また新しい出会いを求めてね、今日もね、まあ、悲しいこともあるけど、そういうね、新しい出会いもあるんだろうな、なんて思ってね、いたわけでございます。何にも、オチがないわって。ソフトオンデマンドみたいな、ファンザみたいな感じになってましたけどね。はい、すいません。はい。ということでね、今日は何するかっていうとね、ゲーム機3つ並べてます。RG351V、RG351M、RGB10MAX ですね。この3機使って何するかっていうとね、いろいろカスタムファミリア入れます。この中にね。それで Nintendo 64の動作チェックやるんですけど、まあ、どれが一番動くのかなってカスタムファミウェアでね、Nintendo 64ってあまり動かしたことなくて、なんかもっといいのあるんじゃないのなんて思って、それをちょっと探し出していこうかなという、第何回かわかんないですけど、カスタムファミウェア選手権、Nintendo 64、バージョンでやっていこうかなと思っております。じゃあ早速やっていこうと思います。こんな感じでね、今全部起動させました。一つずつ説明していきますね。で、これがね、レトロアリーナ。RG351V のレトロアリーナですね。はい。のカスタムファミリアになります。で、こっちがね、351エレックになります。で、こっちがね、いつも使ってる、ポチッと戻しますけど、これはな、あれですね。レトロオズですね。ドリームキャストとセガサターンに特化してるやつですね。セガサターンとドリームキャストに特化してるものを64動かすっていうね、乱暴なことしていこうかなと思っております。じゃあね、早速ね、ちょっとバーッと見ていく、同時にやっていくのがいいんですけど、まあちょっと一個ずつ見ていきましょう。多分ね、ちょっと DD になっちゃってるんで、あれですけどね。こんな感じでね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、一番ね、エミュレーター動くの何かっていうと、ですね、これ64ですね。ムーペン64プラスなんですよ。一番動くのってね。なので、これをね、ちゃんと設定して、で、ソフトはね、風来の試練2使います。なんでかっていうと、風来の試練2めちゃめちゃ重いんですよ。64の中でも。
なので、ちょっとそこでどんな感じかなというので、今ね、こちら。音止まりましたね。はい。ダメですね、これは。はい。ということで、RGB10MAX の、やっぱりレトロオーズはダメですね。これ多分ね、ここで止まるんですよ。全部ね、同じ感じで、止まりますね。これ以上進まないっていう感じになります。次ね、351エレックですね。で、こちらは、エミュレーターは、何しよっかなっていうところでございますけど、これどこでセッティングするんだっけな。アドバンストセッティングオプションかな。エミュレーターオートになってるんで、ムーペン64プラスを使います。はい。で、これで起動していきますね。これも全然死んでますよね。ずっとこれで止まっちゃってるんで。はい。ね、ダメですね。ザ・レトロアリーナはダメです、64も。で、351エレックはこれから起動するかな。なんかバグ出ましたね。はい、バグ出ました。これもダメですね。はい。で、次が、RG351V ですね。こちらの、64の話なんですけど、そもそも64の項目がない、出てこないですよ、これってね。なので、どうするかっていうと、レトロアーチを立ち上げます。レトロアーチの、32ビット版ですね。もう何やってもダメですね。カスタムファミリーはダメですね。全滅ですね。で、ここで、ソフトまず選びますね。ローム。で、任天堂64。で、フーライオン試練ね。フーライオン試練のムーペン64プラス。これで起動するかな？ちょっと時間かかりそうですね。はい。起動しないかな？起動しなさそうですね。あ、来ました、来ました、来ました。で、これもムーペン64プラス入れて、ああ、もうカリッカリですね。これはひどい。これひどいですね。止まりそうですけど、なんとか動く？はい。動いてますね。動いてますけど、超重たいですね。めちゃめちゃ重たいですね。これめちゃめちゃ重たいです。はい。ってな状況ですね。いけ。はい。一応動いてますけど、めちゃめちゃ重たいです。もうこれ。はい。こんな感じでね、ダメですね。ということでね。はい。こっちはもう元に戻っちゃいましたね。ダメすぎて。はい。ってな感じでなりました。なのでね、どれもダメです。まずね、一つずつ整理していくと、レトローズ起動せずですね。で、同じく351エレックの64も起動せずです。で、RG351V のレトロアリーナは起動したんですけど、超重たいですね。これめちゃめちゃ重たいですね、もうこれ。めちゃめちゃ重たい。なんだこれ。はい。っていう感じになりました。1回戦はね、どれも負けですね。カスタムファミリーは全滅っていう感じかと思います。あとね、アーク OS も残ってるんですけど、アーク OS もね、基本的に同じなんで、ちょっと入れてみましょうかね、アーク OS もね。はい。はい、アーク OS 立ち上げました。早速ね、このエミュレーターの調整しましたんで、ちょっと立ち上げていこうかなと思います。アーク OS ですね。ちょっと反射してますけど。これもどうかな？あ、来ましたね。あ、めちゃめちゃ重い。まだ。音消えちゃいましたね。ダメですね。音消えるパターンはね、さっきもね、あったんですけど、ここでね、フリーズしちゃうんですよね。この文字入れた後。ここでフリーズしちゃうんですよ、これ。動かないですね。ということで、カスタムファミウェア系はね、もうね、任天堂64全部ダメですね。予想通りっていうか、こんなに動かないと思わなかったんで、はい、っていう状況になりました。1回戦目とりあえずね、カスタムファムウェア、レトロアリーナ、レトロオズ、あとは、351エレック、アーク OS。
全滅でございます。はい。っていう状況です。はい。じゃあちょっとね、次はオリジナルファームウェアの方を動かしていきたいと思います。はい。ということで、今度はね、オリジナルファームウェアを全部入れてます。まあ、一個一個ちょっと言っていくと、RG351M の、MELEC3.8。うん。アンバーニック製 MELEC3.8。同じようにね、こちらもアンバーニック製 MELEC3.8。で、こっちが RGB10 なんですけど、RGB10MAX ですね。画面大きい5インチサイズのやつなんですけど、これの MELEC4.1 になります。で、こちら64のね、今ソフト入れて、フライの試練これから立ち上げていくところになります。で、ですね、もう今ちょっと立ち上げちゃいますけど、よいしょ。で、一つ一つ全部ね、ムーペン64ですかね。ムーペン64プラスっていう、エミュレーターをが一番最適だっていうところでね、そちらにしてます。こんな感じでいきます。こんな感じで同時立ち上げてます。なかなか爽快感ある感じですね。ちょっと音を上げてみますね。ちょっと音やっぱり飛んでますね。はい。まあ、こちらも立ち上がってきてますね。うん、ちょっと音飛んでるけど、動きはね、さっきのカスタムハムウェアほどひどくはないです。はい。なので、こんな感じになってて、ちょっとね、同時にスタートボタンを押してみましょう。ポチッと。いいですね。ちょっと色暗いですね、これね。視野角の問題ですね、これはね。完全に視野角の問題かなと思いますけど、ちょっと暗いです。で、日記を作るで、よいしょ、これか。決定ボタンが全部違うんですね。はい、試練にします。で、こっちも試練にします。試練にします。普通、普通、普通で。いって、じゃあ、はいで同時に進めていきますね。よいしょ。どうかな？立ち上がりは。あ、立ち上がり全部一緒ですね。一緒でしたね。で、これも同時にポチッとで、2回押すんですね。この後、ポチッと。はい。あ、立ち上がりも一緒ですね。快適具合も一緒ですね。うん、ほぼ一緒です。うん。一緒ですね。うん。出るタイミングも一緒。どれが重たいとかってもないですね。うん。で、こんな感じで、ポチッと。あと。うん、同じですね。よいしょ。はい。こんな感じになりますね。うん。で、動きはじゃあ RG351M から見ていきましょうか。うん。快適ですね。これは。さっきのカスタムファーム映画もうカリカリすぎてひどかったですね。だからやっぱモグラ叩きみたいなもんで、カスタムファームウェアって PSP とか、ドリームキャストとかには最適なんですよ。でも、他がね、その分犠牲になっちゃってるっていう感じですよね。で、レトローズはほんとドリームキャスト、セガサターンとかね、そういうところに特化してる。うん、快適ですもん、これもね。すごく快適です。で、こっちの RGB10MAX。今、画面のサイズ見ていくとね、どうかな RGB10MAX の方が若干大きいかな、これとこれ見比べるとね。こんな感じの差があります。大画面でやりたいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけどね。で、快適度合いと動きのね、快適具合としてはね、一緒ですね。やっぱ MLEC、バージョン上がったぐらいで、そんなに変わんないんですね。3.8 だろうが 4.1 だろうが。変わんないです。これ 4.1 ですけどね。で、画面ちょっとね、これ、フルスクリーンでやりたいなっていうのにも実は対応してて、で、これで、いつも通りね、ビデオのとこですね。ビデオのとこの出力じゃないや、スケーリングですね。ここのアスペクト比を、今16対9にしてあげれば、こうやってフルスクリーンになります。これはこれでね、迫力あっていいかもしれないですね。横にビロッと伸びてもそんなに違和感ないかなと思いますね。なんか横に伸びすぎじゃねっていう感覚は僕はないんですね、これはね。あ、こういう画面だったかななんてね、思っちゃうぐらいな感じでね。結構快適ですね。多分バージョン上がったから 4.1 の方が快適かもしれないです。それはわかんないですけどね。駆動タイプが違うんでね、これがね。64bit で動いてるんだったかな、これはね。32bit で動いてますけど。はい。っていう感じです。で、じゃあまあ、ほとんど一緒なんで、あともう何が見比べるところあるかっていうと、あと操作性ですよね。で、RGB10
マックスはまあね、ダブルでなってるからインディで、なのでボタン足りない問題っていうのがね、ここのグリグリをいじることで、アナログスティックに配置されてるんですよね。64のほら、ここの左右とかで、こういうところね。決定ボタンとか。なのでね、これはこれでね、遊べるんですね。RGB10 はこんな感じ、10MAX はこんな感じで、アナログが2本あるから、Nintendo 64ボタン足りない問題はね、これで解決できてます。で、RG351M もね、これ同じようにこっちにあるんでね。はい。こうやって、こういうところで、必要なボタンがすべてね、解決されるように。で、こちらが問題なのがこれで、アナログスティックが1個足りないんですよね。だからね、メニューボタンが出ないんですよね、これって。武器とかを選ぶ画面がね。ないですもん、ほら。これ押してもないですね。配置されてないから、アイテム使えないんですよ、これ遊べるけど。そこがちょっと問題かな。動けるんだけどね。動きは全然問題ないんだけど、ボタン配置が、ボタンが足りねえっていう問題があります。だからね、まあ、基本的に、だから64遊ぶんだったら、まずエミュエレック3.8か 3.8、4.1 とかね、エミュエレックシリーズを選んでくれればいいかなと思います。で、64メインで遊ぶんだったら、ボタン配置のことを考えてね、ボタンが明らかに足りないんでね、こっちのアナログスティック2つあるタイプ、1つタイプだと遊べないです。せっかくね、これ、画面比いいのにね、だからね、この二つのどっちか。これはダメですね、結局。この二つのどちらかで遊んでくださいって話になるかなと思います。僕はね、やっぱりね、最近買ったっていうのもあるけど、RGB10MAX がね、一番最適かなと思います。この画面の大きさ、迫力ですね。見やすさ。液晶パネルのね、見やすさで、やっぱ解像度がやっぱちょっと違うんですよ、これとこれね。ちょっとね、こっちシャリシャリしてるんですよ、画面が。で、こちら結構滑らかになってるんで、まあ、ちょっと引き伸ばした感ありますけどね。遊ぶんだったらこれでいいかな、なんて。これが一番かなと思っちゃいましたね。はい。快適ですね。よし。こんな感じで、フライングシーレン。2はね、一番面白いかなと思うね。じゃあ、早速ね、じゃあ RGB10MAX をちょっとメインでね、何本か64のソフトを動かしていこうかなと思います。はい、じゃあ、ニンテンドー64のね、マリオカート64ちょっと遊んでみましょうかね。ちょっとフル画面で。結構ね、合ってますよね。このアスペクト比でもね、64は。結構快適かなと思いますけど。まあ、ちょっともうマリオグランプリは、ね、150cc でね、行ってみようと思いますけどね。はい、こんな感じでございます。はい、行きまーす。はい。ちょっと重たいかな、やっぱりね。カリカリしてますね。64って結局ね、重たいんですよね。こういうやつね。携帯機で遊ぶとね。こんな感じですね。あ、快適ですね。あ、いいですね。めっちゃクリックの、ハンドルが急に効くね。めちゃめちゃクイックがすごい。めっちゃクイック。めっちゃ快適ですね、これ。ねえ、こんな感じでね、結構快適に遊べるんですよね。で、結構の迫力ありますね。はい。おっしょー。よいしょ。めっちゃもう速いっすわ。こんな感じですわ。もう。もう、めっちゃめちゃもう、ストレスあったんですよ、これね。これ最強状態ですね、今ね。よっしゃー。ね。これはね、いいと思います、かなりね。よしよし。ちょっと傾いてますね、画面がね。これダメです。ああ、取っちゃった。取っちゃうやつですね、これね。はい。こんな感じでね、やっぱり、あれですね。オリジナルファームウェアが一番いいってことですね、64はね。カスタムファームウェアいろいろいじったんだけど、どれもパッとしないっていうことで、今日はね、こんな感じの検証になったなと思います。ちょっとね。なんとかね、ゴールまで行きたいと思います。おー。バナナの皮踏んでからスリップするまで若干タイムラグありますよね。よし、これ最強状態ですね、これ。よしよしよし。おー。ダメだ。全然、
当てましたね。いて、自分の甲羅に当たっちゃいましたね。はい。こんな感じですね。うん。めちゃめちゃ快適に動きますね。もうドリフトなんかもう、快適すぎちゃってもう。今3位ですけど。あー、3位ですね。はい。ってな感じでございます。ね、RGB 点 MAX が、まあ結構快適にね、画面も大きくていいかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうかね。今日はね、Nintendo 64どれが快適に動く選手権をやったんですけどね。ね、結局ね、カスタムファームウェア全滅ですね。全部重くなっちゃっててダメです。オリジナルファームウェアのね、アンバーニックの MLX3.8 か。3.8 と、RGB10 のね、こちらね、RGB10MAX の MLX4.1。こちらがね、一番快適、どれも快適かなっていう状況です。で、オリジナルファームウェアが一番いいってことですね。64に関してはね。はい、っていうことが分かりました。まあね、カスタムファームウェアもいいんだけど、やっぱね、トータル的に動くのがやっぱ MLX っていうのはあるかもしれないですね。ただまあ僕はね、ドリームキャスト専用で作ったりとかね、そういうので、カスタムファームウェア入れるのもいいかなと思います。特にね、レトロアリーナ、の、RG351V でやると、これ PSP が快適に動きますし、まあ、レトロオーズのね、RGB10 なんてね、ドリームキャストとかセガサタンがね、快適に動きますんで、まあ、こういうとこでね、使い分けしていくっていうのが一番いい使い方なのかなと思います。で、まあ、RG351M はね、オールマイティキーってことで、通常のね、あれを入れてみたりとかね。オリジナルファームウェア入れてみたりとかっていう感じで、まあ、いろいろ幅広く対応していくっていうのがいいのかもしれないですし、まあ、これも本当個人のね、好みでうまく使い分けていただければなと思います。はい、ということで、今日はね、もう、検証する前からもう MLX 最強だよって思ってる方いたかもしれないんですけどね、一応、確認のためね、動画にしてみました。はい、参考になったなっていう方いましたら、グッドボタンを押していただければなと思います。もう結構ね、夜遅いんでね、脳が死んでるんですよね、僕のね。眠てーってなってるんですけどね。はい。っていうのと、あと、まあ、チャンネル登録していただけるとね、嬉しく思います。あとね、2000人までもうちょっとなんですけど、2000人になったら、なんか、ありがとう会、やっていきたいなと思いますんで、なんか考えます。はい。今後ともよろしくお願いします。いとっチャンネルでした。ありがとうございます。